僕は吉田善光に教わってますけど吉田善光はあいつには言いたいけどお前はさ柔道エリートなんだからどうにかしろよあいつトップインだよなあいつはいやでもねクソ真面目なんだあれ能力は半端じゃないですよねいや体の能力やっぱりなんかねあいつも多分考えるタイプではないと思うんですよ自分でも言うと思う、うんうんうん、ただやっぱり5歳からやって俺柔道の世界知んないけどやっぱ柔道であれでしょ世田谷学園とかって知らないけどそこでさ全国優勝するってちょっとやばいんでしょやばいピエロ時計みたいなもんでしょそうです甲子園出てだからあいつ見たもんだよ俺あいつ別に強いと思ったことないですよ練習しても全然けどこいつ試合になるとなんかスイッチ入るんだろうなってそれがなんか分かるんですよ、うん、こういうだからそれはやっぱちっちゃい時から一等賞であるやつの特徴だなって技術何にもなくてどんくさいけど俺こいつにはかけっこやっても何やっても勝てるなって思うのがあるんだけどでもやっぱり道着着て立った時のあの威圧感はいやそれはさやっぱさやーってやるやつあれは投げられますだからよく言ったんだよお前さお前柔道エリートなんだから柔術やった方が強いんじゃねえのっていつも今柔術やってますけどねだって強いですよやっぱりまあそこでも今ね柔術でもとんでもなく強い人にはどうなのか分かんないけどね多分でもやっぱり身体的能力のあの筋力の強さっていうのはちょっと異常ですよねあいつねいやでもそれで言うと吉田も言うと思いますよあのもちろん乗り組みとか化け物だよ乗り組みとかミュウはちょっと格が違う違います、ね、またいや違うけどやっぱ僕の今やるまで作ってやっぱトップだったのは中村アイアンですよあ中村アイアン先生吉田がもう言うと思いますよだって吉田もぶん投げられるんですよ小林さんちっちゃいじゃないですかいやだから今のあれ例えば石渡君とか大きい子とかみんな練習来てくれてたんだけどな上田とかみんななんで来たかっていうと中村がいるからだったんですよ中村最強っすもん誰とやっても倒すし決めるし打撃でも勝てるって、はあ、いやだからジムで僕はいやみんな言うと思うよ見てたらいやでも綾先生僕も充実一時期教わってましたけどやっぱり面白かった裸なそんで裸なんですよだから中倉とかが前来た時に大阪から練習していいよってさしたんだよだから一言言ってきたのが小瀬さん吉田じゃないヤバいの中村ヤバすぎるっつってボッカボカですよ桁違いですよだからあいつにはお前自信持てなんで自信持てない優しいじゃないですかじゃあさ僕どうして自信持っていいか分かんないしあのなお前自信で過信やねん思い込め一番だと思えやっていや、はい、もっとボコボコだからそこのだからメンタルの違いですよもう持ってるポテンシャルはそうなんですかあのはっきり言ってやっぱ柔道上がりって肩硬いからパンチ遅いじゃないですかだからあいつが3発打つ間に俺5発打ってた自信はあるけど、うん、でもやっぱり乗り踏みもちょっと化け物だったけどなんか一時期は俺中村が日本バンタムの最強だと思ってました多分実際結果出してたし誰も相手なんないしただ問題は中村はこの乙女のそのメンタルですよねだから乙女のハートですよねだから吉田善光とかあと上田君とかはそこが強烈だった子だったと思う、はいはいはい、あもうだからそれは吉田に聞いてもいいと思いますだってすごかったもんこなんかだから押してたんですよほんと強かったからだからトータルですよねこうやって上松さんってどうなんですか上松は僕は正直言ってももう最終的にはボロボロだったんですよ膝も両膝も手術して首も怖くて 15しかねえし目ももう 0.01 しかなかったから見えないしあとやりたいこともあったんでただ俺やっぱ日本の頭張ってるのは分かったんで経歴でもやめてえなでも俺やめたら誰も支えられねえと早く変わってくんねえかなって思った時の光がノリだったわけじゃん、うんうんうん、朝にノリ連れてくるよってうわノリ何年ぶりに会ったって覚えてる時は覚えてるってやっぱ化け物やばいこいつが3ヶ月勝てなくなる、うん、それと同時に思ったのがその時上松だったんですよやっぱ上松のものはち、まあ、ものが違うんでやっぱ違いますかいや違うよねただ上松で俺一言問題があって上松で申し訳ないのが俺がボコボコにしてやったらもっと成長したかもしれないですよ、うんうん、俺もなんかニコニコやっちゃってあと上松は賢すぎて教える力がありすぎてそっち行っちゃったら問題じゃないからやっぱ上松と僕はあの時代は上松とノリが いつか僕の後継いでくれるっていうかまあ継ぐっていうか俺が一応頭あったら次はあいつの、うん、あいつら二人だと思ってたんで物が違うんで吉田善光の男気の練習見に行ったんですけどやっぱり上松さんが教えてて僕はあさすがだなと思ってなんかもうなそこさお前年いくつやねんってあるじゃないですか、うん、いや全然だからなんか違いますよねあのもう教え方いやそんなあいつと的確な指導というかね話してもやっぱすごいんですよ、うん、お前やっぱ監督になるはっきり言ったから僕が2010年いつも言ってるけど2010年の時シュートをいろいろちゃんとするときに俺はっきり言ってお前に全部もう任せようと思ってたって、うん、アマチュアとかその部分はお前に全部もう任せようと思ってたんだってお前に任せれば全部できるんですってただお前絶対嫌われるよなって、うん、いや上松もすごいですあとあの決めの力ってもう才能わかるよね才能だよね、うん、あのノリのパンチと一緒ですよやっぱもっと生まれたもんありますねもっと生まれたいや何の世界だってもっと生まれたもんってありますよねもちろんありますけどねノリだって一緒だよねもっと生まれたもんでは生まれできないでもその意味でまだ
格闘技って練習によってまだ強くなるとこは余地が残ってるんですけど、いや、いくらでも全然みんな慣れますよ、ちゃんとそういうやれば、うん、慣れます、全然。あとはそれをどう伝えてもらえるかだと、単に技術を教わることが指導、みんな間違えてるのは技術を教えることが指導だと思ってるじゃないですか、うん、それは単なるティーチって教えることだけですよね、うん、指導ってのは導くことなんで、より良い考え方を持って導くことができればいけると思います、うん、みんな多分自分のジムをやんなきゃいけなくて、商売のためにただ教え技術を伝えるだけ、違うんですよね。だから強い人間を育てるってこととまたそれ違う、育てるっていうか、あと強い人間が育てるって、僕みんなあと間違えてるのが思うのが、僕が育てたって言うじゃないですか、俺絶対違うと思うんですよね、うん、お前、俺吉田殿に言っとこうよ、早く育ってくれっつって、うん、お前が育ったら俺は名伯楽と呼ばれるんだ、うん、っていうことだと思う。こっちはあのモチベーションと場所だけ与えるだけで、うん、そう育ってくれたらいいってだけで、うん、そういうのもちゃんと、だからみんな、うん、ちょっとそ吉田はちょっとまだまだ足りなかったですよね、もうちょっと勝ってほしかったですよね。いや、でも吉田に言ったのは、僕言ったのじゃないですか、ったやっぱあの、してなかった時によかったって、やっぱありがとう、お前は俺の誇りやわ つって、やっぱあの時点で勝てるってすごかった。いや、すごいですよね、すごいです、ね、確かに、今でも言いたいのは、あの時って裏切り扱いされてすごい出たじゃないですか、うん、あの時は僕ナンバーワンは世界ナンバーあの日本ナンバーワンはまずオカミだと思うんですよ。ダントツのオカミ、もう現場でも会いましたけど、うん、こんな怪獣とこいつやってんだと。あと水脇も僕紹介したの水脇です、僕ですからね。あ、そうなんですか。あの時だってあれですもん、あの水脇が刑事フォースで勝って八景の先生から僕に電話来たんですよ、うん、朝日さんの代理人を紹介してくださいっつって、うん、いいですよって聞いたら、どうしたんですかって聞いたら、なんか今のテレビの方面の格闘技から使ってやってもいいぞって言われたと、うん、あ、いいぞって僕紹介できました、中さん紹介したら、でやったら結局でも大会終わった後に安西さん、あの水垣が、うん、やっぱ世界アスリートとして行きたいんでアメリカ行きまして WC 入ったんですよ、うんうんうん、あ、それはよかった、頑張ってくださいと一言言っておきます、大変ですよと、メジャーリーグですから、うんうん、して言ったらいきなり安西さん初戦決まりましたっていちいち報告してくるんですよ、もう報告も僕いいですかって紹介したからと、所詮ミゲル・トーレスです、それ言うと、あと知ったことじゃないんで頑張ってくださいアドバイスをざまみろと思ってで会うたびに、水崎に言うたびに、水崎相変わらず全然有名じゃなくていいよな、あ、そうです、それだけは有名ほら、MMA とか言って世界行くと有名じゃないんで、でもその時にやっぱり僕吉田3番手だと思ってたんですよ、うんうんうん、で今でもあの77キロクラスであいつ2勝したじゃないですか、うん、これから先、まあ、もちろんまた OS が上がってるんですけど、あのベルタークラスですが、2勝するやつなかなか生まれてこないでしょうね。だから、そのクラスって大変ですもんね。いやー、もうね、現場行ってほしかったです、その時。あの、ジョシュ・コシックとノースカロライナでやった時なんでね、もうびっくりしたこと。ジョシュ・コシックって選手いるんですよ。もう向こうのトップ5で、全米チャンピオンのレース。線は吉原ちっちゃいんですよね。で、チリチリパーマで。もうね、何起きたか。聖地違うけど。次のパンチ一発で吹っ飛ばされたんですよ。で、吉田が次の日包帯ぐるぐる巻きしたんですよ、うんうん、もうどうしたん聞いたら、なんか耳をなんかパンチ一発で12針ぐらい縫ったって、だから飛行機一日延期になって、でもこしそうだったんですか。いや、ほんとパンチだってこんなパンチですよ。でも早くて、こいつバスケやってもうめえんじゃねえかと思ってやつで一発だったんですよ、うん、はい、吉田しょうがない、だからしょうがないから俺らも一日延期で、だからノースカロライナからあれですよ、サンフランシスコ、あれロンドンまでこの飛行機に移動したりなんかしたりしましたけど、で次はこのアンソニー・ジョンソンってやつが来たけど、アンソニー・ジョンソンってやつなんてほら体重オーバーの常連じゃないですか。最初にヘビクだったけど、で相変わらずオーバー、その時オーバーしたけど、その時リオとマシタのおじちゃん、あのバカバのお父さんみたいなあれが来て、朝日さん蹴る時相手は足が弱いんで足から攻めていくって、あ、わかりました、ありがとうございました、足から行かせていただきまして、で当日ほらあのブルース・バッファーがレディース・エンジェントルマンってこうやってやってるじゃないですか、この野郎なと思ってなんか本当のここやなと思いながら見てたら、2人並ぶじゃないですか、アンソニー・ジョンソンに吉田が、ん、足どうのこうのじゃなくて体の大きさが違うって言うんです、あれあれ違いますよね、あれ YouTube 見ましたけど、あれこれどうにもんのして、吉田アホやから、あのパンチじゃなくて奥襟取りって話でもね、あれ見て思ったけど、これどうにもんの、だから今みんな分かってくれ始めてたじゃないですか、どうにもなんねえよって今の段階だと。それでだからあいつがアメリカ行きたいって言うから、もうだから俺のジムやめてもいいから行けって行かしたんですよ、もうそっちでいいって、俺ももう、もうできること、だからあとジェフ・カーランとかですよ、ね、あっちのイリノイも行ったり、行ってくれって、俺も今の段階でできることねえよっつって、行けって頑張れっつって、わかんねえ、それで送り出したんですね、送り、もう構わん、どんどん行けっつって、
だってあの時なんて今よりもっと情報もなくてどうやったら行くっつって全然あんま日本でやってる人もすごいけどもう世界行ってるやつの苦労知ってみんな理解してやれよって今メジャーリーグで言ってるんだってどんなことやったからオカミが今何をやってるか控えですってオカミの対戦相手が見たら恐竜なんですよこれどうすんねんこれこれはどうすんねん何キロでしたっけあれってあれオカミ君いくら80何キロだっけアンドローソンと同じクラスです83キロもうね恐竜恐竜みんなだってジョシュ僕ジョシュ・ブンソンと仲良くなったんですよ向こうであの、あの BJ ペンテってやつジョーって70キロじゃないですか77と書いてあるけどあれなんですよあの当日体重見たらあ明らかにでかいんですよ周辺はこれで体重舐めてきたら83か5なんですよだからその時から軽量なやり全然軽量でいやでかいですよね戻るそう そうただ中村彩が言ってきたのが朝井さんでもトップクラスの人って体大きくないですよねだから GSP とか女子ちっちゃいんですよ腰引くと何が起きるか今度はテクニックとかスピードとかが違うんですよこれはねそれで向こうはケージも慣れてる、うん、日本だから最初からみんなケージ入れるべきだとかトップクラスでやるべきだって全然通じなかったじゃないですかで今みんな行くようになったじゃないです かその時の一つ言えるのはやっぱり単純に不思議だったのはなんで世界だからみんな俺じゃなくていいから水垣とか狼の言うこと聞きなよっつって、うんうんうん、それを伝えなかったのってミステイクですよね大きくと思うんですよそうだから岡野選手のなんか言葉っていうか教えっていうのは全くこっちにだからまあ堀口さんもそう堀口先生もそうですよ、ね、いや聞くべきですよ、うん、だ俺じゃなくていいんだってもうそういう人たちの世界に行ったサッカーってやっぱ伝えるじゃないですかワールドカップ行ったりもちろんもちろん、うん、それを伝えてないでだって違うんですもんリングだと狭いから手伸ばすだけでも当時だからあのあれですよねあの日本上がりってやっぱリングのシステムなんでどうしてもベタ足で止まってますよね、うんうんうんだからこれは大丈夫だと思うけど、シュウさんかな、シュウさんが、うん、エディ・アルバレスとアルキ君がやるときの試合の時に、シュウさんがエディからセコンドやってくれって頼まれたけど、シュウさんはやっぱアルキ君も仲いいからできないよって、うん、それはしょうがないですよね。僕ズバリ言ったんですよ、シュウさんがさって、だけどアルキ君もすっげえやばいと、強いと。でも単純に今、刑事案だったらやり方はないですかって、僕だったらもうな、どうしてもベタ足で止まってますと、うん。だったらはっきり言ってステップ踏んで、手前に打って、こさしたときにパーンで合うでしょって、エディ同じこと言ってるっつって。でも実際そうなったじゃないですか。だからみんなベタで止まっちゃうじゃないですか。そっかそっか。リングでやってるよ。しょうがない。だってリングは届くんで。だからもう庭上がり、今の人は変わりましたけど、昔の人ってこのままで止まってますよね。うんうん、吉田前科もそうですよね、うんうんうん。なるほどね。そういうのをだからちゃんと伝えなかったのが。じゃあ、まあだから格闘技マスコミって何だったんですよね。だから、だからそれを僕言いたいんですよ。それでなんか他行った人を僕なんかだとなんか売国奴っていうか裏切り者扱いにされたり、僕は日本をやっぱ日本でこの競技がやっぱどの競技もそうですけどメジャーになるためには言ってるんですけどやっぱ A 代表とかが強くなるか世界チャンピオンを作ることだと思うんですよ。それによってみんな憧れるじゃないですか。そのために例えば USC チャンピオンか何か作らなきゃいけねえんだと。そのためにどうするか言ったんですけど全然理解してない。それよりもシュートで言うと小田原でアマチュアとか言って、まあ違う違うそれも否定しねえよって。でもな、小田原で何回全員やったってな、男の子憧れねえよって。なんか東京のど真ん中から帰ってニューヨークの街のスクエアガーデンでチャンピオンだったら憧れねえって。今なんか卓球もみんなそうですね、バドミントン。そうすることだけど、そういう意見を持てないんですよ。まあ、だからそういう選手を作んなきゃいけないし、そのためなんですよ。そういうことをちゃんと伝えてくれるメディアも必要ですよね。必要です。それを伝えようと。吉田はね、全国が行っても全然誰も知らないわけで。でも単純に言うと、ノースカラなんかどっか行った大会の時は、記者ゼロですよね。女子高生の記者はゼロ。向こうのトップ5と1人と吉田前子はメインイベント、うん、ノースカロライナですよね。ゼロ。それなのに記事を書くんですよ。それゼロで、そんで何が分かんないのか、ノースカロライナの米軍基地でしたけど、うん、あんただってあれって完全にアウェーだけど、いやアウェーって言ったってこの基地の中って基地だっけど俺なんか入れてもらったのに基地って言うけど、みんな発想間違えてるのが基地だってそこら辺の日本の町よりでかいん。もう そんで朝からスパイク TV で生放送だったんですよ。朝から晩までスパイク TV でずっと宣伝してるし、あれなんか軍のなんか記念日だな、軍であイラクのなんか記念日の、ね、イラクのなんかそういう支援のための大会で、うん、だから大会規模聞いたら7億円かな、うん、7億円の規模、7億ですよ、7億の規模で、そしてイラク系して、ね、あのだからチャーララーって始まるし、そして USC は何をするかっていうと1万人のオーディトリアムだったけど、基地の中の全員あのあれですよ、その観客に迷彩で UFC って書いてある T シャツを配るんですよ。もう
ちょっとした新興宗教ですよね。そこに俺たち日本人5人、そうですよ、くそ、誰負けんだろ、これ日の丸高く上げろって言ってでもそれで終わった後アメリカ人もネガイスファイナってやってきたけど、なんだかんだ言ってあそこちゃんと日本トップとして言ったら誰も伝えないで、だから周さんと話したらこれ日本人どうやって伝えるんですかねって、うんうん、して日本帰ってきたらくだらねヤンキーの試合とか書いてんじゃん、バカ言ってんじゃねえよって、だからワールドカップ負けたって言うじゃないですか、負けて伝えろよってこれをって、何にも伝えないで日本のことだけ言うじゃないですか、これはダメだよって。である記者が昔いた時あるんですよ、UFC の時、ね、なんで他の記者日本来ないのって言って、いや、あの言ったら僕聞いたのはお金がないし、僕英語喋れないからバカかよって。で金稼げるからどんどん、だから今だから僕聞いたらあれでしょ、マクレガーがとんでもない金何十億もついたりして、いやいや、だってマクレガーがあんだけ稼ぐと夢ありますよね。いや、いいんですよ、金なんですよ、ちゃんとしたやり方で、そういうのはちゃんねえ、だって今日本の総格闘技日本でやってましたよ、飯食えないですもんね。うん、食えないし